こんにちは、徳夢瀬です。今日はね、カール・ロジャーズのライダー者中心療法、えー、とパーソン・センタード・アプローチの限界について話そうと思います、えー。カール・ロジャーズはね、コロンビア大学での超インテリで、アメリカ心理学会会,会長を歴任してたという大先生なんですね。その人の限界を言うなんてな、 どうかしてるとでまあね愚か者のたおごとと思って聞いてもらってもいいんですけどねただね現実的にこの人やっぱりあの思うようにいかなかったんですねで結局もうそれはもう事実なんですよ。であの晩年はねまあいろいろあったけどあのまあうまくいかず、えー、とエンカウンターグループとかまあいろいろそういう方向エンカウンターグループとはまあグループセッションみたいなね まあ、あの精神的な問題を抱えている人がグループになって、まあ、話し合ってねっていうやつに力を入れていくというねそういうことをしたんですよ。でねそこなぜそのうまくいかなかったのかそれは私が思うにはえっ、ー、とロジャーズ先生はね東洋哲学に対してあまり興味を持ってなかったんではないか特に仏教哲学に対して関心がなかったのではないかと思うんですね。 まあなぜならこの人は科学的にやっていこうとしてましたからね。だら実際そういう要請もあったわけですよ。うん。でね、じゃあね、どういうことか。まあ、まずね、その来談者中心療法なるものをちょっと説明しないといけませんね。これはね、つまりね、えー、とカウンセラーとね、クライアント。クライアントというのは精神的な問題を持ってる人ね。で、その、えー、カウンセラーとクライアントがいてね。で、カウンセラーはね、 クライアントに対して、クライアントの問題に対して、もう一切比例的な態度は取らないんです。すべてを肯定するんですよ。すべてを肯定して、そのクライアントと同化する。ね。クライアントになりきる。これがね、来談者中心療法の肝だったんですね。 でじゃあそれどうやってそうすんのやっていう話になりますねどうやってじゃあそのなりきるのどうやって共感それが共感なんだけど共感すんのかって言ったら自分をね虚なしくするというかね空っぽにしてね自分の考えをもう脇に置いてただひたすらクライアントと同図するというかね共感するっていうことなんですよただ何が起こるのっていうとそのクライアントは目の前にね 全く自分のことを否定しないもう一人の自分を見るんだな、ね、そのことでクライアントは客観的にその自分を見ることができるんだってでそこでねいろいろ気づいていくだね自分の考え方の歪みとかねそういうのを気づくわけだからねつまりねそのクライアントはね超越自我っていうのを持てないんだな超越自我っていうのは自分のことを客観的に自分で考えることね それができないのよ。それができないから、その目の前にもう一人の自分を必要としてたんだな。うん。ただね、これも結局よ、根本的な問題解決してないじゃん。ね、超越自我が持てないのよ、その人。ということはね、そしたらね、その後もね、カウンセラーを必要とするじゃない。ね、その自分のことを客観視するためによ。で 根本的なな解決にはならなかったからうまくいかなかなったんだよでその根本的なものに対する対処がないから本当に解決することもできなかったって私は思うんですよ。じゃあねなんでねその、えー、クライアントはね客観視することができないんでしょうなぜ超越自我を持つことができないんでしょうかっていうことを考えればねでつまり自分の本心っていうかそことつながれなくなってるんでしょ うん、そこを振り返ることができないんじゃん、うん、なんでってなるんだなでそれはまあ脳の,そのネットワークの問題なのかもしれない、ね、また別な問題なのかもしれないでもとにかくその自分の本心の部分とつながれないんだよねでねこのね自分の本心とつながれないっていうなぜかのことをねお釈迦様が言ってんだよそれはね心が汚れるんだって言って 心の周りに汚れがつくんだっていうことを言うんだよそれまあは例え話だと思うよけどねその例えがね問題を解決する糸口になるってことは多いにあるわけよねで,でねこうとも言うのよあのその心の汚れがね自分を苦しめまた時には人を傷つけるんだっていうわけよだから心の汚れ心の尻を払えって言ってんだよなと言われてもよ 心っていうそういう抽象的なものの汚れを取るってそう簡単にはいかないわねだから「型」っていうのがあるんでしょで仏教にはあるよね「型」っていうのがあるよね「動作ね」ねあの道元さんの「創造集」なんかもろ型よね一日起きてる間中ずっと型をやるって言ってもいいんじゃない別にでそれからその精神的なものに影響を及ぼすっていうことよねでもそういうこと実際あるよね 精神的なものが肉体に影響を及ぼす肉体的なものが精神的に及ぼす、ね、逆向きにもなるんだからねだからその心の問題をその外の問題としてね肉体の問題として、ね、取り組めるってわけよ。でねそこでまたこういうお話があるんだな。あのねお釈迦様の弟子にね日本では「首里判読」って言われててまあインドの言葉では「 中田パンタカっていいう人がいたんですよでこの人はねでもねやはりその心の道をね極めてね悟りで人の役に立ちたいっていう思いは強かったのよ。でこの当時の人のそういう志の強さって今の私たちは想像もつかないぐらい強いみたい、うん、どうやらね。 だからね本当にその燃えてたただあの知的障害のためあの全然人の言うことお釈迦様の言うことがまるっきり覚えられないんだわでねこの当時この2600年ぐらい前のインドはねものに頼れないからね全て自分の脳にしか頼れないじゃん自分の体にしか頼れないよだからもう暗記力ってすげえのよ だから釈迦の弟子たしも釈迦お釈迦様の言うことをもうほんと一回聞いただけで一語一句間違えず全部暗記するっていうのはもうザランなんですよ。でそれがね全然覚えられない人それが中田パンタカ。でねもうね周りからで特にその一緒に出勤してた実の兄から「もうお前は無理だとな無理だからもう家に帰れ」ってで家でね あの家の手伝いをしろみたいなこと言われんのよ。でも、そら、中田パンタカはね、やっぱり志があったじゃし、夢があるからね、もう悲しかった。でも、確かに自分は何にも覚えられない、覚えられないからね、ここにいてもみんなのね、邪魔になるだけだと。でも、悲しくて、悲しい、泣いてたんですよ。そしたらね、その泣いてるね、パンタカのとこにね、お釈迦様が行くのね。でね、パンタカがね、お釈迦様にね、もう自分はどうしても覚えられない、何も覚えられない、だから、もう、 ね、家に、ね、帰ろうと思うって泣きながら言うのよそしたらねお釈迦様がね「そんなことないぞ」と「家に帰らなくてもいいよ」ってで「覚えられなくてもいいよと」と「君はねこれ布をあげる」って布をくれるのねでこの布でねで周りの人、ね、たちだからお釈迦様弟子たちのね履物をねきれいにしてあげたらどうだってそれだけでいいよって言ってくれるのね。 言ったらもうそれはもうパンタがもう喜んだのなのってなんやな、本当ええー、って、もうそれだけでいいんですかって思うのでね。もうそっからもうもうせっせせっせと周りのね、修行僧の履き物をね、あの、拭くのよ。<laughs> 拭きまくるね。毎日拭くんで何でも拭くっていうね。でね、結局ね、周りのね、仏弟子より先に悟ったっていう人がいるんだね。これなんじゃねえかと思うんだよね、これ。 心の汚れを取るのは自分の外側の汚れを取るでいいんだってことじゃないの、うん、だからねそのやっぱ精神疾患で苦しんでる人の中にはこれが効く人がいる可能性あると思うんですよ私はね。でねうーんとね掃除じゃない方法もあると思うんだよね。繋がれないんだかからねじゃあ何か つなげたらいいんんじゃねえかと思うんだよそれは何でもいいと思う何かをつなげる、うん、例えばねなんかあのねっ線をさハンダ付けしていってつなげていってねで最終的に豆球をなんか灯すみたいなさ何でもいいと思う何かをつなげるようなこととかねそれはもういろいろねあの工夫とかねその人に合った行為があると思うけどとにかく自分の本心がわからない本心とリンクできないそれをリンクさせる 具体的な何かねことをね実際にやってみたらいいんじゃないかなと思うんですよ。ということでロジャーズの来段者中心療法の限界の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。